おはようございます。ストッカ塾の久保です。今日は2020年7月21日、ちょっと早いんですけども、4時36分の相場解説になります。これ1時間ショー見てるんですけども、それからね、ちょっと今日のお話する前に、ちょっと反省についてね、私なりに見解を語ってみたいと思うんですけども、 FX の自分の動きを見て振り返ってですね、反省点を見つけるのはいいんですけども、その反省点がですね、改善に向かってるかどうかが大事なんですよ。まあ、反省だけなら猿でもできるという昔ね、そんなテレビ CM ありましたけども、まさにあれと同じですね。反省して勉強した気になって改善をしなければ、全く意味がないんですよね。せっかく反省したわけですから、あ、こういうところが原因だったんだと思ったわけですから、じゃあ次は何に挑戦するかってことなんですよ。何に挑戦するかを明確にしなければ、なかなかね、力ついていかないんですよ。なぜなら、どこに原因があったのかってことを振り返ったわけですから、その原因を払拭するための行動、つまり挑戦ですよね。これを積み重ねていかないと、次の世界って見えてこないんですよ。逆にですね、反省して勉強した気になるっていうのが、害になる可能性がありますからね、ご用心ください。それでは今回私はですね、利益確定を2回したわけなんですけども、この昨日は。でもその上でもね、気づきを自分の中に掘り起こしていきたいと思うんですよ。これ勝ったらもう、勝っても負けても気づきがあるんですよね。で、まず一つ目ですけども、ゾーンを上と下2つ引いてますよね、黄色い線で。で、上のポイントってのが、こういうふうな2つを引いて、まあ横にこういうふうにね、なぞらえたのが最初だったんですけども、もう本当にね、いつものようにドンピシャでヒゲを出してここに戻ってきてるんですよね。ヒゲですよ。ヒゲを出して、ビュンビュンと戻ってきましたよね。だから結局、上のレジストアップラインっていうのは当てになるってことなんですよ。もう一つは、下の方に黄色いライン引いてますけども、ポイントになるのはここですよね。もうちょっと左の方に巻き戻すと、もう一個ね、ここと同じ数字のところがあるんですけども、今回はちょっと画面の外になっています。で、一つは下にこういうふうになってきて、レンジになってるんじゃないかなっていう話です。106円の725から107円の、まあ、400あたりでね、この幅ができていて、この間で上下上下と推移してるっていうのが、現在の状態だと思っております。こういうふうな形ですよ。こういうふうに、こういうふうに。で、その中でね、何に気づくかっていうと、この一番最初の三角形、逆三角形は、レジサポラインの一番上と一番下使ってるんですけども、次はどうなるかっていうと、下まで伸びてないんですよね、一番下まで。でしょ？で、ここで反転して上昇してるわけなんですよ。でも、上昇した時の、上から跳ね返ってるところは、以前までと、こことね、ここと一緒なんですよ。ね。で、跳ね返った時に、また上の方に向かってるのが今なんですけども、さあ、どう思います？ここですよ。ここが徐々に上がっていってる。要するに、セルの力が弱まってるんですよ。こんな形でね。っていうことは、これから予測できる。その通りになるかどうかわかんないですよ。一つの仮説はそろそろ立てられないといけないかなってことです。それは、こういう形ができていくんではないかなと。ね、そうするとこれがね、例の、ちょっとまだね、言葉がわかんなくなりましたけども、いつもこうなっちゃいますね。私も甘いですね。ディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングルの形です。どっちだったかちょっとね、パッと出てこないのが私のね、ちょっと甘いところですけども、そうなると、突き抜けて上にブレイクするっていう形がまた見えてくるんですよね。全体的にはですよ、これ、売りの流れではないかなと思ってるんですよ。デイリー。ね、デイリー見てみますと、ずっと横ばいのような売りのようなってことだったんですけども、どうもここに来てですね、買いの方に転換するんではないかなと思うわけですよね。で、4時間の方見てみますよ。4時間の方も、ご覧のように、どうも、上の方に行って、セルの方にね、106円、105円の方向に行く力がだんだん弱まってきてるんじゃないかなと思うんですよ。ということで、1時間も、これは上抜けるタイミングがどっかであるのかなっていうふうに見るのが私の相場予測でございます。で、これに基づいてね、いつか大きなバイが来るなと思いながら、そしてだんだんボラティリティがちっちゃくなってきているんで、エントリーはね、しばらく控える方向になってくるのかなと。もう今日とかエントリーできないですね。だから昨日がエントリーする最後のチャンスだったということなんですよ。ただ、もっと前は、このあたりですから、エントリーするチャンスってのは、あ、すいません。このあたりですから、これはね、まだ相場の形を見るために、私の力ではエントリーできないところだったんですよ。ということは、私の力でエントリーできるところってのはまさにね、
この辺りしかなかったんで、その辺りの2つが取れていたんでね、まあ、なかなかの私の勝利かなと思います。どこが取れたかというと、1つはここですよ。ここが取れて、もう1個は、ここが取れたわけですから。それは昨日の解説、トリプル3連発、朝昼晩で、お話してる通りです。で、これからはちょっとボラティリティがちっちゃいんでエントリーしませんけども、ポイントになるのはここですね。ここを突き破って、バイに向かうようでしたら、107円の400あたりから、ちょっと大きめのロットでバイを仕掛けていくってことです。今までの積み重ねが、ここで総決算になるわけですよね。本日は以上ですかね。皆さんどのようなね、相場解説をして、そしてどんな反省を改善に生かしているでしょうか。その改善っていうのは、何に挑戦するかも込みでですよ。私の場合は、ここに挑戦するってことが、今回の改善点かどうかなってことですね。ここに挑戦すると。上抜けるかどうかってことですね。はい。では以上です。